しろ結婚した方がひどくなる時もある。はい、ミッキー岡田です。今回は今時のマザコンを発見できるポイント5つをお伝えします。結婚後にマザコンが原因で離婚になる夫婦も結構おるね。マザコンって言ったらさ、お母さんベタベタでまあ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 って永遠言ってるようなイメージやろ。ドラマであった冬彦さんみたいなやつな。あ、ごめんなさい、冬彦さんって言ってもわからんわな。古いマザコンドラマがあったのよ。いや、それがな、昔と違って現代のマザコンはマジわかりにくい。マザコン原因で離婚するんやったら、なんで結婚する前に見抜かれへんかったんって思うかもしれへん。せやけどな、結婚しなきゃわからないことがあるねん。その中でも特にわかりにくいのが今時マザコンちゅうやつや。最近は昔と比べて優しい男性増えたや。そこが分かりにくなってる大きな原因の一つや。結婚して幸せになりたいんやったら、夫婦生活を妨害するようなスーパーマザコンだけは絶対に避けたいところや。ではどうやってマザコンかどうかを見極めるのか、果たしてそんな方法はあるのか。実は交際中からスーパーマザコンの兆候は出てます。そのポイントは大きく5つあります。1つ、マザコン男は母親の話題が多い。2つ、母親との記念写真多め。3つ、デートより母との約束優先。4つ、しょっちゅう母と会わせようとする。5つ、娘ができた気分で嬉しいだけだと言い訳する。この5つやで。それぞれのポイントを詳しく解説していきます。ポイント1、マザコン男は母親の話題が多い。母親の話題が多い言ってもさ、俺おかんのこと大好きって話題だけとは限らんのよ。むしろうちのおかん今でも俺の部屋入ってきて掃除するし、ほんまうざいわって悪口を言うことも多いね。ここに騙されたらあかんねん。カムフラージュやねんこれ。ポイントは、母親を引き合いに出す必要ない話題にあえて母親を絡める。母親の話題を自分から振ることが多い。ここを注意しときましょう。普通大人になったら雑談に家族の話題あげることは少なくなるやろ。特に彼女とのデート中やったら他に楽しい話題いくらでもあるのにな。せやのにあれって思うほど母親の話題が多いってことは、その男の心の中の大部分は母親に占められてるってことや。いっつも母親見てるから他のことに目向ける余裕ないね。だから話題が母親のことばっかり偏っちゃう。こういう男は心の中で彼女と母親を比べていることも珍しくないんやで。恋のマジックでお母さん思いなのはいいことやわって思いがちやけど、結婚したら少しやった違和感が明確になってくるからさ。それにこういう男は結婚したら母親が最優先になることが多いんや。俺は本当は嫌なんだけど、おかんは推しが強くてわがままだから断るとうるさい、今ちゃんとしとく方が後々楽やねんとか言いながら、嫁さんと子供をほったらかしにして母親との時間を優先する。そうなってから後悔しても遅いわな。ポイント2、母親との記念写真多め。親族の集まりとか母親と写ってる写真が多いとか、 SNS にもアップしとるとか、家族と写真撮ること自体はいいことやで。旅行に行った時とか、たまに帰省した時とか、記念に写真撮っとこうかってなるやんか。でもな、マザコン男は他にも家族がいるのに母親とのツーショットだけがやたら多いねん。一緒に暮らしているのにしょっちゅう写真撮ってる場合はさらに要注意な。俺嫌なんだけど母親が勝手に撮るんだって言い訳を本気にしたらあかんねん。本当に嫌やと逃げたらいいやん。親も親やん、子供だけ撮ってたらいいのに、なんで二人で撮るの。ツーショットが多いってことは、口では嫌だ嫌だ言いながら本心は嬉しいんや。 SNS にアップしてる場合はさらにやばい。いい年して母親とツーショットを全世界に公開できるってことはやな、母親が好きで好きでしょうがない証拠。母親が息子とのツーショットを SNS にアップしている場合も要注意。いい年した母親と息子のツーショットが世間ではどう見られているのかを分かってないってことやから。ポイント3、デートより母親との約束優先。母の日とか親族会とかがあるとしょっちゅうデートを断る男。母の日とか母の誕生日を祝うことはいいことやね。でも母の日も誕生日も1日潰すほどのイベントやないやんか。プレゼント買って帰ってちょっと豪華な夕飯食べるくらいやったらデートの後でも十分やん。子供じゃないんやから1日かけて祝ってほしいなんて大人の方がおかしいしな。彼女から誘われたデートに一度は OK しておきながら、やっぱりその日は母が誕生日やねんとかな、親戚で集めることになってんっていう理由で断るのは、母親が彼女に嫉妬している可能性もあるぞ。可愛い息子が自分以外と楽しい時間を過ごしているのが許せないっていうやつおるんよ、おるんよ。で、そんな母の言うことを彼が聞いてるってことは、その男は彼女より母を大事に思っているって証拠や。それにもし1日がかりのイベントにするんやったら、自分からこの日都合が悪いからデートは無理って前もって言っとくよ。ちゃんとした男やったら。結婚してもこの優先順位が変わらへんねん。むしろ結婚した方がひどくなる時もある。
極端な例になると毎週末ごとに母親から呼び出されて自分の実家に帰るっていう夫になりそうや。いや、ほんまにおるねん、こういう夫。ポイント4、しょっちゅう母と会わせようとする。これな、信じられへんかもしれへんけど、彼女とのデートにお母ちゃんを勝手に食事に連れてきちゃうケースもある。ほんまやねんで。結婚相談所のお見合いでも変装した母親が隣のテーブルに座ってたりすることあるねん。本人にも言わんと来てるねん、母親が変装して。お母ちゃんに気づいた息子はほんまにしゃあないおかんやでってため息をつく。おいおいおい、ため息ついて終わらせる話じゃないぞこれ。根本から見直そう。彼女からしたら彼のお母さんと食事することがお母さん氷の中なんやって嬉しくなって本質を見逃しがちや。お母ちゃん連れてくることがおかしいからな。結婚前提に両親に挨拶した後、めっちゃお母さん連れてきだしたやんってなる場合もあるで。将来の結婚相手に自分の家族紹介しておきたいってのは当たり前のことかもしれん。でも物事には限度っちゅうのあるやろ。いくら仲のいい家族でもデート中にしょっちゅうしょっちゅうしゃしゃり出てこられたら普通は嫌やんか。彼女の気持ち考えろよ。でもな、マサコン男は違うねん。母親は素晴らしい人やから彼女に嫌な思いなんてささへんって本気で思ってる。また自分よりお母ちゃんの気持ちを優先するから何とかして彼女と母親を仲良くしておきたいと考えてしまうんや。まあ単純に僕の大好きな2人が仲良くしてるのを見るのが楽しいってやつもいる。おいおい、こっちはお前のおかんと一緒にご飯なんかしんどさしかないぞこの野郎。殴ってやりたくなるよな。彼女は必死で彼のお母ちゃんに気使ってるのにそこには気が回らないのがマサコン男の特徴。ポイントを、娘ができた気分で嬉しいだけやって言い訳する。彼女がな、彼のお母ちゃんの干渉に疲れて不満口にするとな、お母ちゃんは娘ができた気分で嬉しいだけやねんって言い逃れをするねん。お母ちゃんとの予定をデートより優先したり、デートにお母ちゃん連れてきたりしたら大抵の彼女は文句の一つも言いたくなるやんか。そういう時の言い訳はマザコン男がなぜか似てる。娘ができた気分で嬉しいだけやねん。これな、自分に妹や姉ちゃんがおっても言うねんで。この場合は娘がもう一人できたようで嬉しいだけって微妙に言葉を変えてくる。これで納得してしまう彼女は多いんやけど、よく考えたら怖いセリフや。嬉しいのはええわい、心で思っとけや。自分の母親のことを考えてみてほしい。子供といえども成人して恋人ができる年齢になったら私生活に干渉せえへんようになるやんか。でも息子をマザコンにする母親は違うねん。娘みたいなものだからって言い訳しながら息子の恋人や嫁さんも支配しようとするんやな。ひーやで。これは結婚しても変わらんで。男もそれが悪いことやってわからんから、娘ができた気分なんて軽い言葉で言ってしまうやん。まとめ、隠れマザコンを発見できるポイントは5つある。おさらいするで。マザコン男は母親の話題が多い。母親との記念写真多め。デートより母との約束優先。しょっちゅう母と会わせようとする。娘ができた気分で嬉しいだけやと言い訳する。男はみんな母ちゃんが大好きや。マザコンが全部悪いっちゅうわけちゃうけども、度が過ぎるとあかんな。旦那がお母さん最優先主義すぎると夫婦の問題や夫婦の重大決断事項におかんが絡んできおる。私お母さんと結婚したんちゃうなよってな状況になるからな。マサコン男は母親に決断任せることが慣れきってるから、それの何が悪いのか分からへんのが大問題やねん。昔からマサコン問題は根強くあるねんけど、現代はちょっと分かりにくくなってきてるから、隠れマサコンには要注意ですね。はい、今回は今時のマサコンを発見できるポイント5つをお伝えしました。今回の動画が面白かったならチャンネル登録と高評価をやってくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。今後も一生懸命動画を配信していきますのでよろしくお願いいたします。お母ちゃん、僕幸せになる。じゃあねー、バイバーイ。